国際連合東スラボニアバラニア及び西スレム暫定統治機構はクロアチアに展開した国際連合平和維持活動。1996年1月15日の国際連合安全保障理事会決議1037により設立された。クロアチア内戦終結後のクロアチア最東部の東スラボニアにおいて非武装化。 難民機関支援を含む暫定的な統治を行った。クロアチアの独立運動に伴い、クロアチア領内のセルビア人は少数民族となるため、これに対抗して1991年にクライナセルビア人共和国を設立した。この時、クロアチア最東部の東スラボニアもセルビア人支配地域となっている。 1995年のクロアチア軍による先行作戦及び嵐作戦により西スラボニアやクロアチア中部のセルビア人支配地域はクロアチアの支配下へと移った。クロアチア最東部の地域であり、セルビアと接している東スラボニアはセルビア人領域下のままであった。同時期にはボスニアヘルツェゴビナ紛争にも関連して NATO 軍がセルビアへの攻撃を行い、 結果として1995年11月12日にセルビア人勢力は東スラボニアのクロアチアへの遺憾に合意する。これを受けて国際連合安全保障理事会は1996年1月15日に決議1037を採択し和平合意に従い東スラボニアはクロアチアへの行政権以上までを国際連合が暫定統治することとした。 国際連合東スラボニアバラニア及び西スレム暫定統治機構が設立され、12ヶ月の期限で活動を行うこととなった。クロアチアに展開した平和維持活動としては、国際連合クロアチア信頼回復活動に続くものであり、UNTAES は平和維持軍のほか、文民警察官などで構成されていた。任務は、統治の非武装化や、 国際連合難民高等弁務官事務所と協力としての難民機関支援、治安維持及び限定的な警察、司法機関の構築、民族対立に絡む人権侵害の抑止などである。認可された規模は兵員5000名、軍事監視要員100名、文民警察官600名他に文民スタッフとなっている。最大規模は1996年10月時点の 兵員5009名、軍事監視要員95名、文民警察官457名他に文民スタッフであった。UNTAES の活動期限は2度にわたり延長され、1998年1月15日が最終的な活動期限となった。東スラボニアは、クロアチアの東スラボニアバラニア及び西スレムセルビア人自治州となり、 UNTAES は1998年1月16日より、クロアチア警察の活動監視を任務とする、国際連合文民警察サポートグループへと縮小、移管された。ありがとうございます。